黒のやすしさん、串本雄介様、上久谷武さん、女性の最初にハサミを入れていただきますのは先代九重親方のおかみさんです。千代の国の長女、みことちゃんです。次女の凛香ちゃん2歳と、そして妻の奥さんの愛さんと3人でこれからハサミを入れます。元大関千代大会九重親方のとめばさみです。今大井町に別れを告げました。お父さんへいつも頑張ってくれてありがとう。お父さんが相撲で勝った時、みこちゃんはとっても嬉しかったよ。ちょんまげがなくなるのは寂しいけど、サンリオピューロランドとかディズニーランドも行こうね。ずっと元気でいてね。お父さん大好きだよ。みことより。本日は千代の国引退佐野山襲名断髪式に足を運んでいただき、本当にありがとうございます。常に私の周りには手を差し伸べてくださる方がたくさんいて、九重親方、おかみさん、先代の九重部屋のご家族の方々、ファンの方々、講演者の方々、病院の先生、治療の先生、トレーニングの先生、そして何より献身的に私を支えていただいた妻のおかげだと本当に感謝しております。1日5分も歩けない状態が、引退の前はそういうひどい状態でした。それでも妻はずっと支えていただき、本当に頭が上がりません。本当に妻には感謝しています。そしてこれからも九重部屋の部屋付きの親方として九重部屋に恩返しをしていき、そしてまた現役中支えていただきました皆様にも恩返しをしていきたいと思います。これからも佐野山俊樹をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。今終えて今の心境。ああ、そうですね。ああ、なんだろう。難しいですね。なんかすっきりも別にしてないし。なんか安心かな、ほっとしてる感じですかね。断髪式が始まってこうすぐこう涙とか、やっぱり、どんな思いが。そうですね、なんかまず山本会長にハサミを入れていただいたし、パチンって瞬間に、首元から鳥肌、ぶわーって立って、あ、やばいってなって、もう。その次の公演、千代の国後援会長で青木さんか、次の時はもうダメだったっすね。客席から泣くの早いぞって言われましたね。お子さんもいろんなとこ連れてってもらいたい。そうですね、本当に要望には応えてあげないと、本当にもうかわいそうですね。はい、今までは体が痛くて連れてってあげれなくて、で辞めてからは忙しくて連れてってあげれてないんで、はい、連れてってあげたいですね。もう髪型お任せですか？はい、そうですね。もみあげ嫌いなんで、もみあげだけ。この髪の量でこのシャンプーの半分使いましたよ。シャンプーがっつり頑張ったっす。髪多いです。髪多いですか？はい、すごい多いです。なのにハゲてんですか？髪多いです。ありがとうございます。まあ、自分のね、力いっぱいこの部屋に貢献できたらなと。若い子の力の足しになれたらいいなとも思いますし、怪我をして大変さも分かりますし、あとやりすぎ休むっていうことの大切さも、僕はもう休むのが怖かったんで、それでだんだんダメになっていったんですけど、休むことの大切さっていうのもやっぱり伝えていかないとダメだし、休まないとやっぱ体元気にならないですね。これはやっぱりやめるまで分かってはいたんですけど、自分はその休む勇気がなくて、はい、本当は大事なんだよっていうのを若い子にも教えてあげたいし、ちょっとでも自分の経験が、ね、これからの子たちの役に立てればと思います。